どうもこんにちは。おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います、えー。今日はなんですけれども、メインチャレンジ、えー、潜入男子禁制の街をクリアしていきたいと思います。えー、で、今僕なんですけれども、えー、ここにいます、えー。ゲルトの街というところにいます。まあ、ここまでの行き方なんですけれども、まあ、あのゲルトの塔からま、えー、っすぐ南側に飛んでやったり、 えーまあ、あの荒野の塔から南西側に飛んでいけば、まあ、なんとかいけるんでしょうかね、えー、そんな形になっておりますでこのゲルトの街に、えー、まず入りたいんですよ、えー、なんですけれども、はいえー、こんなふうに、ね、止められてしまうんですよね待てボーイどこへ行くヘイボーイ、えー、ゲルトの街はボーイは入れぬおきてというふうになってますね、えー、こんなところでもね僕はあの女性にいじめられてしまうんでしょうかね 困ったなというふうになりまして、まあ、なんとかしたいんですけれども、なんとかする方法が、まず、右手側に行きます。そうするとですね、こういう、なんか商人さんみたいな人にかいるんですけれども、このように話しかけて、のぞきって聞いちゃいますね。違うというんですよね。大体のぞきの人はそういうんでしょうね。えっと、まあ、いろいろと話を進めていきまして、 まあやっぱ覗きって聞くんです、ねえー、ちょ調査といえというんですね、覗きの人は大体そういうんでしょうかね、はいえー、情報をなんか聞きたいというふうに話を進めていきます。はい、そうしていくと、はい、なんかね、この厳重な警備をかいくって、町に潜入した男がいるというふうな情報が入ってきます。えー、その男は、カラカラバザール解けると町を行き来しているという,という,というふうな情報が入ってきますね。 えー、そこでメインチャレンジ潜入男子金星の街が始まりますはい、えー、で、えー、この今ゲルトの街から、えー、カラカラバザールに行ってあげますで行き方なんですけれどもあの動物 えー、確か砂ざらしだったかと思うんですけれどもあの動物に乗っていくと、えー、結構、えー、効率的にいけますで、えー、捕まえ方なんですけれどもこのリモコン爆弾をまずは用意してあるとで、えー、投げるあちょっ,と間違ったこれ難しいんですよね、えー、投げる爆発するびっくりさせて えー、でここで注意なんですけど縦、えー、は装備しておいてくださいそうするとこれで乗れるというふうになってくれますこれがまた本当に気持ちがいいんだわさあカラッカラバザールへ行こう はい、えー、着きました、はいえー、ここが、えー、カラカラバザールとなっております、はいえー、続きやっていきますである服を、えー、ここで購入しなくちゃいけないんですけれども、えー、購入する場所はここですはい、えー、登っていってあげましょうレッツゴー 登り方なんですけれどもまずここに行きますでここにはしごはしごがあるじゃないですかはい、えー、すいませんちょっとね、えー、噛んでしまいましたはいこのはしごを登っていきますはいさらに登っていきます はい、そうするとここに人がいるんですよちょっと話しかけてみましょうか女性っぽいんですけどねどうなんでしょうあーかわいいボイアだとこと <laughs> なんか言い方がちょっと怪しいんですけどねはいえー、男性の商人を知らないかっていうふうに、えー、リンクは聞いてきますね、えー、顔をじっと見つめてください綺麗、えー、ですねやっぱ褒めないとさあ えー、衣装が、えー、好きだと言うんだったら、えーまあ、買うっていう,ふうな話になりますね、えー、欲しいと、えー、600ルピーするんですけどね買うしかないんですよ <laughs> さあ、えー、そんなこんなで話が進んでいきまして、はい、リンクが、えー、助走をいたします綺麗、はい、だ いい女ですね結構いけるんじゃないですかさーてああはい任天堂らしい映画も入りまして はい、えー、それでですね、また今度はあのー、戻ってあります、ゲルトの町に。えー、で、えー、私、すいません、あのグコチセのほこら、開放してますので、もうワープします。はい、えー、ゲルトの町に戻ってまいりました。さて、入れるでしょうか、試してみましょうか。 入れましたはい、メインチャレンジ、潜入男子金星の街クリア、コンプリートとなっております。はい、ということでメインチャレンジクリアできたところで今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回